初めて蝶々の和音が出てくるじゃない、うん、なのでここでやっぱちょっとホッとした感じがちゃんと出せるようにね、うん、ここもやっぱり、うん、弾いててハッて自分で感じられない、はい、ここから蝶々になってまた単調になるじゃない、はい、その輪郭は なんかぼやぼやっていう感じなのね、はい、何だったのかなっていう感じ、うん、ここでまた単調になる時もなんかなあまりになんとなくっていう感じかな、もうちょっとちゃんと、うん、はっきり変わってほしいので、ここからも
入りやすいというか。で楽しくレッスンしてますので、ぜひ、ピアノを弾いてみたいという方や、そうですね、昔レッスンしてたけどまたやりたいなっていう方、体験レッスンにお越しください。